はい、今回撮りましたのは魔法少女マドカマギカデラックスフィギュア3、さくら京子です。これ前はホムラを撮りました。はい、側面、はい、裏がですね、この通り全2種となっております。ホムホムは珍しくこのメガネ三つ編みバージョンでしたが、キョウコは大して別に髪を下ろしているわけでもなく、普通に魔法少女ですね。あ、武器持ってないかな。お菓子系も持ってない、うん、食べ物持ってないぐらい。特にどういうこともないですね。って言っちゃ失礼か。じゃあ早速開けていきたいと思います。ここにキューベイ。しかし珍しい2人ですよね。キョウコって言ったらやっぱり一緒にサヤカかなって感じじゃないですか。感じで中身が詰まっています。はあ、うん、まず台座から、でこちら京子の台座です。こうか。さて今回はあの小村みたいなあの小物がないから、多分別に髪の毛が、うん、分かれてるわけでもなく、うん、上半身とか半身だけみたいですね。これは髪だけやすい。うわ、髪の毛が結構突き刺さる、刺さってますね、このプチプチに。うわ、あ、指が刺さってる。あ、刺さるな。はい、こちら上半身です。こういう化け物いそうだな。うん、あ、こういう魔女いそうじゃないですか。あー、いそう。と下半身、よいしょっと。うわ、なんかこの継ぎ目が黒い、骨チック。うわー、板っぽいけど。おー、あ、なんかすごい、なんていうか、この太ももとニーハイの境のムチッと感がすごく生々しい。あー、これって足長いな。後ろのはない方が良かったか。よいしょ。はい、下半身ですね。あー、これなんでだろう、足長いな。上半身がこう、なんでだろうな。組み立てるとそうでもなく見えてしまう。かわいそうに。いや、足長いな。なんか写真が悪いのかな。よし、台座にはめました。
なんか今回は本物の方がなんか可愛い。回します。結構反り返ってますね。なんか某海賊漫画に出てきた蛇姫様的な感じ。個人的にあの武器持ってる方が好きです。昔この人も苦労人ですよね。施設とかに入ったりしないのかな。一人で暮らしていくんだろうか。よいしょ。じゃあアップで。じゃあ今回は京子でした。